カルディアのマスター諸君、フェイトグランドオーダー2周年イベントにようこそ。フェスは楽しんでいるかな？まあ結構。これから始まるのは10月14日公開、10月14日公開、大事なことなので二度言いました。劇場版フェイトステイナイトヘブンズフィールのスペシャルステージだ。さあ諸君、盛り上がる準備はできているか？よろしい。では開幕といこう。心ゆくまで楽しんでいってくれ。では我が司会のアニプレックス高橋優馬を召喚する。では優馬いでよ。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、というわけで、会場多くのお客様、そして、ニコニコ生放送をご覧の皆様、本日は、フェイトステイナイトヘブンズフィールステージ、お越しいただきましてありがとうございます。私、本日のこの場司会進行させていただきます、マスターに所属しております司会のサーバント、アニプレックスの高橋馬です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、というわけで今ね、新婦からもありましたが、10月の14日公開、今日から数えてですね、ちょうど77日目というところで公開日迎えます。非常にフェイトに縁深い今日でございますが、そんな中、さまざまな、ね、お知らせなど、お届けをしていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。では早速では、ございますが、これからですね4名の、素敵なゲストの皆様、お招きをしたいと思います。今日ね、こういった特別なステージですので、ご登壇いただいた際はですね、それぞれのキャラクターの、非常に印象的なセリフを添えていただいて、それぞれの方ご登壇をいただきますので、ぜひね登場の際は大きく、拍手いただければ嬉しいなというふうに思っております。では、早速ではございますが、参りたいと思います。まずはお一方目、エミヤ史郎役杉山紀明さん、どうぞ。体は剣でできているということで、エミヤ史郎役をやらせていただいております杉山紀明です。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、麻藤さくら役下谷のり子さん、どうぞ。おはようございます。先輩、麻藤さくら役の下谷のり子です。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では続きまして、セイバー役茅島彩子さん、どうぞ。どう、あなたが私のマスターか。セイバー役川島彩子です。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後はこの方、琴峰圭役中田ジョージさん、どうぞ。喜べ少年少女たちよ。ああ、そして元少年少女たちも。永田ジョージです。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、ご登壇いただいた4名の皆様とね、素敵な時間過ごせればなと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。ではどうぞ皆様、後ろの椅子の方ご着席をいただきまして、どうぞどうぞ、はい、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本当に多くの方ご来場いただいておりますが、杉山さん、はい、今この会場をご覧になっていかがですか？すごいですね。もうステージの方からちょっと後ろの方が見えないくらい
ね、本当に大勢いらっしゃってくださってありがとうございます。そして、ね、物販並んでいただいている皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。ご苦労様。ありがとうございます。ぜひ聖杯戦争勝ち抜いていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ということでですね、そんな、FGO2 周年イベントの中でのですね、この、ヘブンズフィールステージお届けをしていきたいなと思いますが、まずはね、作品についていろんなお話皆さんに伺っていきたいと思いますので、はい、最初のコーナーはこちら、ヘブンズトーク。拍手。さあ、ヘブンズトークということで、このヘブンズフィールについてのお話伺っていきたいなと思いますが、もうすでにアフレコは全編終了をしておりまして、はい、それを踏まえてですね、皆さんに、アニメになるのが楽しみな、期待しているシーンをですね、伺っていきたいなというふうに思っております。ですね、まずは早速ですが、中田さんから順に、はい、伺っていきたいと思いますので、はい、まずは中田さん、期待いただいているシーンはこちら、ランサーの戦闘シーンということで、はいはい、中田さん、こちらは、どんな理由で選ばれたんですか？そうですね、いろいろ迷ったんですよ。いろんな見せ場があったんで、さくらちゃんの E カップっていう版も出したんですけどなんか却下されたんで、でも本当は皆さんもね、よくご存知の通り、フェイトシリーズでのランサーといえば不運な男カニファンをはじめね、もうあいつは不憫だな、僕にも責任の一端はあるんですけども、はい、で今回皆さんランサーどんな活躍をされるのかなって期待されていると思うんですけども、須藤監督がランサーファンのために熱い熱いアクションバトルシーンを、用意してくれていますので、ぜひPV ご覧になりましたか？みんな見ましたよね。あれで車の上でランサーが戦ってて落っこって死んじゃいましたよね。そこまで流れてます。死んでない、死んでない。ね、サーバントはそのぐらいじゃ死にませんからね。そうですね。はい、だそのシーンをぜひ迫力満点だと思いますので、皆さんもぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございます。ぜひね、今回のランサーはね、不憫でないことを願うばかりでございますが、ぜひねご期待いただければと思います。ではですね、続いて川澄さんに、はい、選んでいただいたシーンを伺いたいと思います。川澄さん選ばれたシーンはこちら、さくらと資料のお料理シーンということで、ちょっとね、ここはお二人にも後ほど伺いたいと思いますが、はいはい、まずは川澄さん、なぜこのシーン選ばれたんですか？私もいろいろ悩んでバトルのシーンとかも考えたんですけど、なんかこのさくらと資料のお料理のシーンはさくらの幸せの象徴というか、さくらがこれを守りたいからっていう、その一年のお話じゃないですか、なのでやっぱり本当に丁寧に描かれていましたし、本当に美しくて穏やかで綺麗なシーンなので、なんかそこがさくらが幸せそうであればあるほど点々点っていうのがあるので、結構本当にアフレコしててもとても印象的で、ちょっとのりちゃんとも言ってたんですけど、さくらってこんないい笑顔するんだねみたいな話もあったりしたので、もうぜひ見てもらいたいですね。はい、そうですね。はい、で下谷さん、実際そのシーンアフレコされて、この素人 その掛け合いだったり、この幸せな日常っていうのは演じられていかがでした？はい、川澄さんがおっしゃってた通り、そこがやっぱりベースでしっかりしないと、この先のお話にね、なんでこうなったのかっていうのがやっぱり描かれないと思いますので、すごい大事なシーンだなと思って、幸せなシーンは幸せに演じさせていただきました。ありがとうございます。杉山さん、はい、なかなかこのバトルシーンとはまた違うその日常のね、面白さみたいなのもあるかと思いますが、はい、そういったシーン演じられて、素人として杉山さんとしていかがでしたか？そうですね、すごくほのぼのとして、フェイトという作品の中でエミヤ家の穏やかな日常っていうのも一つ特徴的なシーンだと思うんですけども、本当にそのキーとなる存在にバシッと描かれていて、でそこからのっていうところがまたちょっと切なくなるんですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。なので、バトルだけではなくて、そういったね、幸せなシーンなんかもあったりしますので、ぜひご期待いただければと思います。はい、では続きまして、下谷さんに選んでいただいたシーン、伺っていきたいと思います。はい、じゃあ下谷さん選ばれたシーンはこちら、土蔵のシーンということですけども、はい、こちらはどんな理由で選ばれたんでしょうか？感じですけど、はい、実は2014年ですか、はい、ヘブンズフィールの劇場版が発表された、はい、イベントで流れた、PV で
シロにサクラが、もし私が悪い人になったら叱ってくれますかっていうシーンがあったんですけれども、はい、なんかそのセリフだけ取ってどういうシーンに使われるかっていうのは分からなかったんですが、はい、今回なんとそのセリフが土蔵のシーンで、はいはい、あるってことで、このシーンはすごい、うん、あの印象的なシーンとなりました、うん、はい、でまあ、非常にこうなんかね、やっぱりこの、まあ、ある、そのキャラクターとの、まあ、掛け合いっていうのもそうですし、はい、すごくあの心に残るあのシーンかと思いますので、うん、ぜひね楽しみにしていただけたらと思います、はい、ありがとうございます。そして最後、杉山さんに選んでいただいたシーン、はい、伺っていきたいと思います。じゃあ杉山さん選ばれたシーンはこちら、ありがとうございます。四郎と琴峰のやり取りということでございますが、はい、これはどんな理由で選ばれたんでしょうか。ですね、これちょっとあんまりね詳しく言っちゃうとネタバレになっちゃうんで言えないんですけども、まあ琴峰がこうキーマンとして存在して物語がこう動いていくと思うんですけれども、はい、そんな中で、今回映像化されるにあたり、まあ、やっぱり琴峰と四郎が会話をするシーンが随所にあるんですけど、はい、その中に、はい、おっ、ザッツフェイトっていう内容が盛り込まれていて、はい、それをこうなんでしょうね、リハーサルのチェックの時に見た時に、はい、なんかフェイトシリーズひっくるめてのなんか幸せな気持ちをそこでまた味わった感じで、なるほど、これまたごめんなさいね、本当にこれ NG 事項でまだ言えないんですけども、ぜひ見ていただきたいシーンがあります。なんか今までのね、フェイト本編のあの四郎と琴峰の関係性とまたちょっと違った切り口で見られるかもしれないですね、はいはい、ありがとうございます。あの中田さん、その、まあね、そのまあシーンに関してはちょっとこう秘密ではありますけれども、はい、その四郎とのそのやり取りっていうのは中田さんとしてはその演じられていかがでしたか。もうね、本当にゼロの時から数えて3回ぐらいは四郎と同じような形 で、ね、お芝居をさせていただいてるんですけども、はい、まあ、毎回違って、この間僕はあの自分でいろいろ見たんですけども、はいはい、あ、この時はあこういうふうにやってたんだとか、あ、でも今回はまた違ったなとか、で幸いなことに杉山さんと一緒に今回も一緒に撮れたので、はい、ご無理をお願いしてもう一回やらせていただけるとか言いながらこうやれたの で、はい、で特にあの後半はまた皆さんがご覧に なったことがない、はい、2人の絡みもあるんで、はい、ぜひ楽しみにしていただけたらと、はい、ぜひ、ね、そちらもご期待いただければと思います、はい、あの、グランドオーダーでね、あの、フェイトに触れられている方でももしかしたら、まあ、見たことのあるものが出てくるヤモでございますので、そのあたりもぜひご注目いただければと思いますが、まあ、そんな、ね、あの皆さんにさまざまなシーンあの伺ってまいりましたが、あの冒頭であの中田さんもおっしゃられていた、今予告編というものをですね、あの、オフィシャルのサイトで公開してるんですけれども、あのそちらをですね、ちょっと今日あの、制作している UFO さんにあのちょっとご無理を申し上げてですね、ちょっとね、まあ、今あの非常にお忙しい中なので、2カット新しいシーンを追加した形でですね、今日この場のためだけにあの UFO テーブルさんに、予告編をブラッシュアップいただいたものをご用意の方いただきましたので、そちらをぜひ、ね、最後あのご覧をいただいて、よりこのまあ10月14日の公開に向けて、ね、あの期待高めていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。もし、ね、あのご覧いただいてあのいいなと思ったら、よかったら映像終わり拍手いただけたら嬉しいなと思っております。では、今日のこの場限りの、イベントオリジナルバージョン、予告編第2弾ご覧ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、いよいよ、まあ、77日後に、ね、まあ、これが映画館でということで、下谷さん、今あの、まあ、新作カットももちろんですけれども、まあ、前編通してご覧になってのご感想を改めて伺ってもよろしいですか。いや、もうすごいですね。はい、アフレコの時から先ほどおっしゃってたランサーのバトルシーンなんか特にどうなるんだろうみたいな、複雑な動きがね、大変だろうなと思ってましたが、本当に素晴らしくて、はい、各サーバントも本当にたくさん戦いますし、はい、桜の心情とかも本当にうまく描かれていて、はい、もう早く皆さんに見ていただきたいですね。はい、ありがとうございます。はい、ぜひ、ね、公開、ご期待いただければと思います。ということで、まずは、一つ目のコーナー以上、ヘブンズトークでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、続きましては、こんなコーナーご用意の方をさせていただきました。題してヘブンズミュージアム、拍手。さあ、というわけでですね、こちら、まあ、何かと申しますと、
あの皆さんよくね、あの、まあ、作品の、まあ、発表の際などには、まあ、キービジュアルや、まあ、コンセプトアートと言われるようなですね、その、まあ、イラストが出て、まあ、こういった作品ですよ、あるいは、まあ、こんなことを描きますよというようなものがあったりするかと思うんですけれども、ね、今やあの、オフィシャルのサイトの方でもそのビジュアル発表しておりますが、今日はですね、大変恐縮ながらこのですね、諸先輩方にですね、絵を描いてくださいと、依頼をさせていただきましてですね、皆様心よく、お引き受けいただきましてどうもありがとうございます。もう本当にありがとうございます。でですね、まあ、このね、まあ、それぞれの方、が思う、まあ、この、ね、作品の、まあ、魅力や、ね、まあ、なんかポイントなどを、まあ、絵にお書きをいただいて、ということでこれから随時発表していきたいと思うんですけれども、私、大変恐縮ではございますが、この諸先輩描かれたイラストですね、いじり倒していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。さあ、ということでまずは、杉山さんから順に、こちらね、はい、こちら、はい、あのアンベールさせていただいた後にですね、まあ、はい、どんな、意図でと、いうようなことを伺っていきたいと思いますが、はい、そしてね、あの会場の皆様、そしてニコ生の皆様、一つだけお約束でございます。皆様のお力大変必要です。イラストが出た後はいい感じの拍手どうぞよろしくお願いします。盛り上げてください。ありがとうございます。では、はい、まずは、一作品目参りたいと思います。杉山さんにお書きいただいた、ヘブンズフィールキービジュアルはこちら。ドゥドゥン、拍手。もう杉山さん、これはあれですか、なんかこう、あの新手の固有結界か何かですかね。そうですね、あの僕ごめんなさいね、なんかその前に説明しなきゃいけないんですけど、僕本当に絵心というパラメーターがマイナスなので。いやいやいや、大変素敵な絵でございます。杉山さん、杉山さん、はい、これは四郎の目には桜がこう映ってるってこと？そうですね、こう桜の木の下で桜がいて。これは私ですか？そうだね。そういて、なんかあれ今なんか動いたなっていう。これ、はい、虫が。ゴキブリ。これ虫？ゴキブリ。これ虫なんですね。はい、まさかの虫で、こうなんか、なるほど、そうです、まあ、桜の物語であるっていうことを表現したかったんですけど、僕の画力ではこれが限界でした。いやいや、でも素晴らしい。このね、あの下谷さん、これも桜描いていただきましたけど、ご覧になっていかがですか？正直に言っていいんだよ、ね、これコメントの最低とか嫌だよね。桜感がない。そう、でね、どう表現したらいいんだろうと思って。あと これも桜なんですよね。そうなんですね。僕に木を描く画力がなかったもので、あのちょっと葉の部分がこんな、なんかよくわからない感じ。雰囲気ありますよね。そうですね、桜の木の下で桜が一人で、そうですね、そのなんでしょうね、はい、引きで見るとそっと立ってるだけなのに、こう儚さと影があるみたいなのを、うんうん、ちょっとこの辺拙い画力で表現してる。でもね、このなんかこう、はい、日常とこう非日常みたいなね、対比も、はい、素敵だと思いますの で、 そうです、ね、こちらのイラストをね、あの改めて、皆さん、あの会場の皆さん、いいなと思った方、よかったら拍手いただいていいですか？さすがです。皆さん優しいですね。ありがとうございます。みんな優しい。ここで優しい。先輩っていうのがセリフが入ると、はい、多分もうちょっと拍手がいただけるか。お先輩待ってます。ありがとうございます。あのね、声の存在感だけでちょっと無理やり、私虫を描くっていう発想がなかったんで、いやすごいすごいなと思いました。なんだろうって、なんか横にしたハテナかなって思ってました。すごいです。拙い画力で表現してみました。いやでも素晴らしい要素全部入ってます、はい、入ってますよ ね、うん、本当に、まあ、ヘブンズフィールらしさがね、込められておりますので、杉山さんありがとうございます。いやちょっとその点私やばいな。いやもう、あの安心して。本当ですか？すごいやばいから。さあということで順に、参りたいと思います、はい、じゃあ続きましてはね、そんな下谷さんお書きをいただいた、はい、ヘブンズフィールのキービジュアル、発表したいと思います。ということで下谷さんにおかけいただいたのはこちら。どうぞ拍手。これはやっぱりね、さっき川澄さんもおっしゃってましたけど、まあ、ヘブンズフィールの桜といえばこういう素人の、うん、まあ、これお玉、これしゃもじなんですけど、はい、まあ
日常を表現したんですよね。そうですね。この2つのアイテムで、ね、あのちょっと変わったフォーグではないですよね、これは。あ、違う、フォーグじゃないです。マイクかな。ちょっとテーマ白にナルト入ってるよね。あ、こっち先に書きました。それで、まあ、失われていく日常ということで、はい。いや、なかなかひどいですね。でも、いやでもちょっとさくらがうつむいて泣いてたりとか、はい、さすがです。どこがですか。いや、さすがです。でもね、やっぱり、まあ、この2人のね、掛け合いというのもね、杉山さん、はい、やっぱりこの、まあ、はい、ヘブンズフィールドはね、あの、非常に、まあ、重要なポイントですので、はいはい、そうですね。杉山さん、ご覧になっていかがですか、こちら。なんでしょう、キャラクターとして確立してるなっていう、あの、似てる似てないとかではなくて、キャラクターとしてちゃんと確立してるのが僕の絵との大きな違い。いや、本当ですか。いや、でも皆さんね、非常に、まあ、特徴を取られて、しかもこの、まあ、涙っていうのがね、はい、やっぱりこのキャラクター性を非常に表しているかなと思いますね。難しかったです、やっぱり。本当に難しかった ね、 ね、とってもいいと思います。なんならもうちょっと、あの、オフィシャルで買い取らせていただきたいぐらいでございますので。ぜひ、あの、ね、でも、あの、とても、まあ、この、まあ、2人のキャラクターのね、掛け合いというのは、まあ、重ね重ねて非常に、まあ、重要な、ポイントですのでね、はい、そのあたりもぜひ、ご期待いただければなというふうに思っております。お願いします。はい、じゃあ続きまして、川澄さん。あの、ちょっと全然違うから。川澄さん、やめた方がいい、スルーした方がいい。じゃあ、どうしましょう。じゃあ川澄さん、行きましょうか。でもね、はい、いや、きっとね、会場の出たら言い訳します。はい、はい、いえいえ、きっとね、会場の皆さん、そしてね、あの、ニコ生ご覧の皆さんね、きっと素敵な拍手くださると思いますので、はい、参りましょう。はい、見よ、これがセイバーの画力だ。さあ、ご覧いただきましょう。はい、川澄さんにお書きいただきましたキービジュアルはこちら。おー、うまいじゃないですか。本当、本当、わかる。うまい、うまい、すごいですね。あの、うまい、うまい。本当はですね、私も背中合わせの四郎と桜を最初頑張って描いてたんですよ。うん、はい、で、マネージャーとかに分かるって言ったら分かんないって言われて、で、シンジを書いてみたら、はい、分かるって言われたんです。おー、伝わった。はい、あ、これシンジって分かります、はい、分かります。これちゃんとやったー。で、シンジもとても今回重要です。はい、まあ、そうですよね、はい、目の中にハートが描かれてるんですね。ま、はい、こういうキービジュアルでないことは分かってますが、はい、まあ、いやいや、シンジも素晴らしいです、はい、よく見ると後ろにおじい様がいるってことはないですか。え、はい、大丈夫です。なんかシンジ好きな人だってたくさんいると思いますし、はい、シンジだって辛いんです。頑張ってますよね。、はい、ちゃんとワカメになってるしね。そうなんです。あ、よかった、うん、いや、全然、あ、本当に何言ってるんですか。いやいや、なんか、ね、これ夏コミいけるよ。やった。これキラーンって信じらしい嫌らしさ出てる、はい、目もハートなんですよ。そうです、目がハートで。いやいや、はい、これいいですよ。なんならちょっとこれ、あの、 LINE スタンプで送られたい感じの。いいですね。欲しい。よかった、欲しい、はい、すごい、すごい。そうですね、あの、まあ、先ほどね、ご覧いただいた、まあ、予告編の冒頭にもね、はい、あの、出てきましたが、まあ、今回非常にね、まあ、その、さくらとの、やり取り、まあ、素人のやり取りというのもね、あの、シンジも非常に大切なキャラクターですので、ぜひね、まあ、これ本当にやっぱヘブンズフィールならではの絵かなというふうに思いますので、はいはい、あ、もう大きい画面で映すのやめてもらってすごいですね、みんな見てるよ、後ろがものすごいデカさ出てますね。あ、もうアプリにやめてもらっていいですね。今ね、カメラさんがちょっと寄ったのがね、テクニカルナイスですね。今のうち写真撮っちゃえ。いや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 。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、ではね、それぞれ非常に、まあ、らしい、キービジュアル発表いただきましたけども、さあ最後、はい、中津さん、はい、お書きいただいたビジュアル発表したいと思いますので、はい、僕は、あの、声優界では画伯って呼ばれてますから、はい、いいですね、期待が高まりますね、はいはいはい、ではね、中津さんにお書きをいただきましたヘブンズフィールのキービジュアル発表したいと思います。こちら、拍手。ほら、ね、これはあれですよね、突撃隣の晩御飯ではないですよね。二人のあの温かい家庭のシーンです。、はい、もう家族ぐるみで、はい、これは、ね、ちなみに、どんな、意図でお書きになられたんですか。今回ね、特にシロに対しては、シロは分かってくれないんですけど、琴峰はとても優しくいろいろ教えたり助けたり、結構いいやつだと思うんですよね。はい、だから、まあ、
俺が作ったマーボーぐらい食えそうすればまあ聖杯戦争も勝ち抜けるよっていう応援歌ですね。あ、はい、いいですね、はい、すごいですね。あの僕の絵と違ってパッと見ただけでどのキャラなのか分かりますもんねすごいですね、セリフも添えられてますからね、はい、白めちゃめちゃ可愛いですねまあ答えにシンプルって難しいと思うんですよね。杉山さん、こちらあのご覧になってあの白も描かれているということでちょっとご感想を伺ってもよろしいですか。そうですね、僕改めて画力のパラメーターマイナスいくつなんだろうなっていう何をおっしゃいます。自分の画力のパラメーターの低さを改めて痛感しました。ありがとうございます、はい、でもね今それぞれ、お書きいただいた要素っていうのは本当にこの、作中にもある要素ですので、どういった形で描かれるのかとね、言ったことだったりね、どんなシーンなのかなというのはね、ぜひ注目いただければ嬉しいなというふうに思っております。さあ、というところでですね、それぞれね、4社4用、キービジュアル発表いただきましたが、まあ、こうしたね、晴れの、イベントのこれまた並べると非常にちょっとパワフルですね買い取りで構いませんので、じゃあちょっと後ほどじゃあちょっと交渉させていただいてありがとうございます。でもなんかね、正式に出せる機会とかあったらいいなと思っておりますが、まあこういったね、そのこの FGO、イベントの場でございますので、今日はですねこの場で、作品としての新しいビジュアル、もう一つ発表したいなというふうに思っております。この、ヘブンズフィールのキャラクター原案、務めていただいております竹内隆さんにですね、この、ヘブンズフィールの、第3弾キービジュアルをお書きをいただきまして、そちらこの場で初めて、皆さんにご覧いただきたいと思いますので、もしね見てとても素敵だなと思ったらよかったら拍手いただければ嬉しいなと思っております。では、本邦初公開第3弾キービジュアルこちらです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこちらね、ちょっと下谷さん、いよいよ桜センターに、ね、おりますけれども、ご感想伺っていいですか。はい、いやこうやって見ると全然違うなっていうのがしみじみ、それぞれね個性があってよろしいかとそうですね、はい、ついにそうですね、桜がセンターでなんかキーパーソンとなるキャラクターがたくさん出てて、はい、そうですね、今回初めておじい様が、そうです ね、 ねいてワクワクしますね、はい、はい、非常にその、おじい様もね、はい、大事な、キャラクターでございます。それでですね、今この、発表したビジュアルをですね、皆様よりね、多く伝えられればということで、この後ですね、あちら奥にありますアニプレックスブースの方でこういった形で、皆様にちょっとお配りをさせていただくものをご用意の方させていただきまして、で今日ですね、今着席でいらっしゃっている皆様にはですね、ご退席時にお配りさせていただきますので、そちらこう慌てずでどうぞよろしくお願いいたします。もしよろしければ、アニプレックスブースをお立ち寄りいただければ、嬉しいなと思っております。ということでね、とても素敵な、イラストそれぞれ発表いただきましたが、以上、ヘブンズミュージアムのコーナーでした。ありがとうございます。さあ、ということでですね、作品のね、さまざまな特徴、魅力など、伺ってまいりましたがですね、このね、ビジュアル以外にも少しお知らせを、この場で2つさせていただければなというふうに思っております。じゃあお知らせのコーナーということで、まずは、1つ目の、お知らせこちら、ラジオやらせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございますさあということで、下谷さん、はい、フェイトとしてはパーソナリティ、はい、ね、いよいよ、ヘブンズフィールでございますので、ぜひお力をお借りできればと思います。はい、よろしくお願いいたします、はい、全然まだ詳細私も聞いてないんですが、そうですね、はい、これからちょっと順次お伝えしてまいりますので、はい、よろしくお願いいたします。というのとですね、もう一つ、とある、企業さんとのですねコラボレーションの、発表をさせていただきたいなというふうに思っております。これは多分昔からですね、タイプムーンさんや、フェイトお好きな方はもしやっていう方いらっしゃるかもしれませんが、まずはですねこちらご覧ください。こちら、タイプムーンさんの、ホームページですけども、この、丸のついているところをクリックするとこうなります。はい、作品が出てまいりますね。ここをクリックするとこうなります。はい、そしてですねこのエンターではなくてエグジットを押すと、とある企業のサイトにつながるというのがですね、一つこのね、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、この、リンク先の企業さんとのですね、ヘブンズフィール正式なコラボが決まりまして、というわけでこちらドン、中尾さんとコラボします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今歓声を上げられた方はですね、おそらく非常にお詳しい方だと思いますので、ぜひね、まあ、こう正式な、コラボでございますので、ぜひねこちらもご期待いただければなというふうに思っております。またですね、先ほど発表した、ビジュアルをですね使用させていただいた、第3弾、前売り券の方もですね、9月から、発売の予定となっておりますので、そちらももしよろしければね、お手に取っていただけたら嬉しいなというふうに思っております。ということで以上お知らせの、コーナーで、ございましたが、もうですねスタートしても30分以上が、経過というところでございまして、名残惜しくはございますがですね、そろそろお別れの時間近づいてまいりまして、ではご登壇いただいた皆様どうぞ前の方へ、よろしいでしょうか。はい、ということで短い時間でありますがね、さまざまお話伺いまして、皆さんのお話素敵だったなと思った方、よかったら拍手いただいてもよろしいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、最後、ご登壇いただいた皆様からですね、お一言ずつ、ご来場の皆様並びに生中継ご覧の皆様にですねいただければと思います。じゃあまずは中田さんから、皆様にお一言よろしいでしょうか。はい、僕は昨日、ヘブンズフィールの台本を改めて読み直したら、すごい時間がかかって2時間近く、本当に大ボリュームで第一章をお届けできますし、で須藤監督は空の教会の未来福音以来で、フェイトゼロの4話か5話を演出なさってたんですけども、はい、須藤監督は今頃は必死にいい絵にしようと思って、皆さん UFO テーブルの皆さんと作ってらっしゃると思うので、本当に楽しみにしていてください。で今皆さんさっき PV 見た時に、この大音響で聞くとすごい迫力なかったですか。ありましたよね。だからカラフィナさんの音楽が急にアップテンポになって盛り上がるところで、僕なんか鳥肌が立つぐらい、おお、かっこいいと思うんで、ぜひ劇場で大音響で大画面で、ヘブンズフィールを楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。では続きまして川澄さん、お願いいたします。はい、2015年にヘブンズフィール劇場版という発表をしてから、なんか考えてみたらあっという間だったなっていう感じもして、私たちみんなでアフレコしたのもまだ寒い時期だったりしたよね。でも本当にそのアフレコの時になんかとても感慨深くて、シテヤちゃんの桜が本当に桜としてそこにいてくれて、なんかいよいよだなっていうのは私勝手に噛みしめてました。でまあフェイトゼロから、そしてアンリミテッドブレードワークスと、切り継ぐから白へと、まあ、正義の味方っていう考え方が受け継がれたんですけども、まあ、ヘブンズフィールはまた違う形になるのかなと思いますので、こういう形のフェイトステイナイトの最後のショーをぜひ楽しんでいただきたいと思います。ぜひ劇場に足を運びください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。では下谷さんは最後とさせていただきまして、続きまして杉山さん、よろしくお願いいたします。はい、今日は、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。フェイトもですね、3ヒロインいて、それぞれ映像化をされてきて、皆さんから待ち望まれ、そして出演者スタッフの皆さんからも待ち望まれた桜ルートが待望の、映像化ということで、本当に僕も嬉しく思っております。僕ら収録はもうすでに終わっているんですけれども、今プロモーションの第2弾拝見して、こんなに素晴らしい最終こう CG とか撮影とかいろいろ入ってものすごいクオリティになっているのを改めて拝見して、僕も劇場でいち早く見たいななんて思っております。本当に劇場で見ていただいて遜色のない本当に素晴らしい作品だと思いますので、ぜひ皆さんも、一度ならず二度三度と劇場の方に足を運んで楽しんでいただけたらなと思います。10月の14日からですね、公開になりますのでよろしくお願いいたします。そしてもう皆さんご存知の通り、フェイト本編の方もそうですが、 FGO とかいろんなフェイト関連の、ね、メディア展開もされておりますので、今後ともフェイトの世界観すべてひっくるめて応援していただけたらなと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後、下谷さん、よろしくお願いいたします。はい、ご来場いただいている皆様、そしてニコ生をご覧になっている皆様、今日はありがとうございました。公開まであと
77日ということで、まだちょっと先のようでもありますけど、きっとね、あっという間なんだろうなって、はい、すぐ来ますよ ね、本当、アフレコはもう終わっているので、あとはもう本当に私たちも出来上がりを待つのみっていう形なんですけれども、ヘブンズフィールってすごい長いお話なんですよ。それを3章でどうやってまとめるのかなっていう不安ではないんですけど、そういう気持ちがあって、でも今回第1章の台本を見たときに、ああ大丈夫だなって、本当に素晴らしい第3章になるに違いないなって確信したので、皆さんのもとに素晴らしいものが届くと自信を持って言えます。なのであと77日どうか楽しみにお待ちください。そして公開までいろんな形で盛り上げていきたいなと思うんですけれども、今回インターネットラジオをやらせていただくことになりましたので、ぜひそちらも聞いて皆さんと一緒に盛り上げていけたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。では以上をもちまして、フェイトステイナイトヘブンズフィールステージ終了とさせていただきます。ご登壇いただいた4名の皆様、大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。